バーをかける前に霧吹きで適度に水をあげて湿度を保つようにと彼には話したよね。サンジャイが今後もルリウリをサボテンのように世話をするなら、その分の損失は彼の食費からさっ引かせてもらうしかないね。はあ、そしたらあいつはサボテンすら食べられなくなるな。重々言い聞かせておく。よっ、ひなり。あれ、二人とも久しぶりだね。どうしてオルモスコーに？ひひ、オイラたち最近やることがなくてさ、賑やかで楽しそうな雰囲気だったからここを見て回ろうと思って。それにしても花がたくさんあるな。うん、今オルモス港では各国の植物を展示する花の博覧会を準備してるところなんだ。僕もこのイベントを手伝いに来ていてね。ここにある植物は各地から運ばれてきたもので、性質もそれぞれ異なる。温度や湿度を保つため主催はわざわざ妙論派に特製の植木鉢を作らせたんだ。でもそれに加えて植物ごとに運搬、手入れに関するプランを専門家が立ててあげる必要がある。おお、つまりティナリがその専門家ってことだな。いや、僕はただの助っ人だよ。ここを取り仕切る専門家は別にいて。ティナリさん、サンジャイが毒のある球根をニンニクの芽と間違えて食べちまった。やれやれ、やっぱり彼にはサボテンを食べさせよう。旅人パイモン、悪いけど失礼するよ。用が片付いたら戻ってくるから。ティナリはどこにいても大忙しだな。だな、迷惑な話だぜ。なあなあ、ティナリはしばらく忙しそうだし、先に港を見て回ろうぜ。見ろよ、花がこんなにたくさん。いい香りだな。うわくしょい。あら、うくしゅ、大丈夫だ。なんだか急にムズムズして、うくしゅい、くしゅい。レインボーローズにルリユリ、それからセシリアの花、通りで。ねえ、もじもじひどくなってきたぞ。変だな。ふわくしょい。さっきまで何度もなかったのにな。変なものも食べてないし。そこのお二人、どうかお待ちを。よろしければこの香りを試していかれませんか？香り？何の香りだ？いい匂い。あれ？本当だ。不思議だな。ムズムズしなくなったぞ。どういたしまして。大したことは何も。その装いからすると、お二人はスメールの方ではありませんね。同じ旅行客としてこれくらい助け合うのは当然です。旅行客？お前もスメールに花の博覧会を見に来たのか？ええ、そう言っていいでしょう。私はフォンテーヌから来た調香師でエミリエと申します。オイラはパイモンだ。さっきはありがとな。さてもって、こいつは旅人さんですよね。お二人の名前はスチームバード新聞でよくお見かけします。
お会いできて光栄です。それにしてもさっきは何が起きてたんだ。急にくしゃみが出て。花粉アレルギーというものを聞いたことは。簡単に言うと、特定の花粉を吸い込んだ際に体に異常な反応が生じる現象を言います。え、でもここにある花ならこれまでにも見たことがあるし、その時は変な感じはしなかったぞ。人それぞれ体質が異なるようにアレルギーを引き起こす原因も異なります。花粉の中には単独では影響が少なくとも、他の花粉と一緒に吸い込むと刺激が強くなるものがあるのです。ですが心配には及びません。薬で症状を緩和させれば問題ありませんから。なるほど。旅人パイモン、ここにいたんだね。大丈夫だった？さっきは慌ててたから花粉に気をつけるように言いそびれてしまったよ。あまりうろうろしない方が。エミリエ、奇遇だね。君が一緒にいると知ってたら心配することもなかったんだけど。私も先ほどオルモス港へ着いたばかりなんです。偶然旅人さんとパイモンさんに出会って少しばかり手助けしただけに過ぎません。ところでアレルギーの要因は千差万別と言います。このお二人が発症するかもしれないと思ったのはなぜです？今までに同じようなことが。僕たちが初めて会った時、君はパラハームを嗅いで意識を失ったよね。あの時はオイラ何ともなかったのに。不思議だな。いや、不思議というほどでもないよ。中にはアーモンドにアレルギーのある人もいる。アレルギーを起こす原因は様々で、一概に論じることはできない。フォンテーヌでアレルギーにまつわる事件に遭遇したことがあります。原因は友人が稲妻から持ち帰ったそばでした。へえ、何でも食べられるオイラって恵まれてたんだな。半人前の医者とでも言いましょうか。ただし診察の対象が少々特殊で。彼女は医術のみならず植物学においても造詣が深いんだ。以前フォンテーヌの植物に関して尋ねたことがあって、たくさんの知識を教えてもらったことがある。とはいえ植物に限った話ですけどね。知識の幅広さで言えばティナリさんの方がずっと上です。植物に限って。あ、わかったぞ。ティナリが言ってた花の博覧会を取り仕切る専門家ってお前のことだな。残念だけど外れだよ。私がここへ来たのは博覧会でアウグストゥスについて調べるためで、仕事は何も引き受けていません。また外れか。今度こそ当たりだと思ったんだけどな。かつてフォンテーヌで一世を風靡した花であり、そしてその花から作られた香水のことでもあります。アウグストゥス？言いにくい名前だな。ある古代の言語では神聖、高貴といった意味を持つそうです。中には子供にそう名付ける親もいるのだとか。そういえば過去のフォンテーヌにおける香水ブームをご存知ですか？20年近く前、フォンテーヌで香水ブームが起きたんです。最初は数軒の店が高級な香水を売り出し、それにラグジュアリー、エレガントといったキャッチコピーをつけたことがきっかけでした。ところがそれが市場で異常な人気を博し、価格がうなぎ登りに上がったのです。
それを振りかけて自身の社会的地位を上げようとする人や、価格が急騰している間に買い占めて利益を得ようという人も大勢いました。人々が盲目的に評価するうちに、ごく平凡な香水の価格が数十万モラという巨額になり、そのせいで争い事や詐欺が続出しました。けれど香水はあくまで香水でしかありません。本来の価格をはるかに上回ることがあっても、それは泡のように一時の現象に過ぎないもの。ブームがより広がり取り返しがつかなくなる前に、パレメルモニアはリスクを察知し、すぐさま介入しました。その結果、投機や詐欺を狙った集団が摘発され、投獄されたのです。こうして泡は弾け、一部のお金持ちだけに影響を与えるという結末を迎えました。で、そのブームは、なんちゃらトゥースとどういう関係があるんだ？ブームにおいて最も注目を浴びたのがアウグストゥスだったのです。一瓶数千万モラまで価格は釣り上がり、需要に供給が追いつかなくなるほどでした。数千万モラ！今はどうなってるんだ？香水ブームが去った後、多くの香水は元の正常な価格に戻りましたが、アウグストゥスだけは製造に必要な同盟の花が失われてしまい、どれだけお金を積んでも買うことのできない幻の香水となりました。はい、アウグストゥスの花は自然に育つ植物ではなく、香水を作るために育てられた特殊な花だったのです。香水ブームが下火になった頃、アウグストゥスの花を育てていた花畑が大火事により燃え、以来その花を目にした人はいません。でもさっきこう言ってたよな、アウグストゥスについて調べに来たって。ええ、ここへ来たのはある噂を耳にしたからです。アウグストゥスの花がスメールに再び現れたらしいと。そのせいでフォンテーヌの香水市場にはまたもや不穏な空気が漂い始めています。はあ、旅人、花探しを手伝ってやろうぜ。そうだね、旅人の言う通りだ。エミリエから手紙で頼まれて調べてみたけど、今のところ新種の目撃報告はレンジャーに届いていない。それにパイモンさんは残念がるでしょうけど、アウグストゥスの花を見つけたところで、それを使ってお金儲けをするつもりはありません。神聖、高貴、唯一無二、そういった言葉は美しく聞こえますが、物事の本質を包み隠してしまいます。今後香水が語られる際には、価格や物語ではなく香りそのものに注目してもらいたいものです。エミリエって立派だな。それにもっと切実な理由もあります。ここ数年、フォンテーヌの香水市場にはアウグストゥスの稚拙な模造品がよく出回っているんです。アウグストゥスの唯一無二の香りを再現したと自称していて、中にはそれと私の作品を比べるおせっかいな人もいます。そりゃ切実だな。その噂が流れて以来、アウグストゥスの花から生成したと称する香水が少なくとも3種類は現れています。この木にアウグストゥスの神話を打ち砕けば、たとえ噂が本当ではなかったと証明するだけに終わっても、フォンテーヌの香水市場はいくらか正常に戻るはずです。そうすれば私も物語やまやかしの言葉から解放され、自分の好きなことに専念できるでしょう。なるほど。その助けていただけるのは何よりですが、ただご迷惑ではありませんか？同じ旅行客としてこれくらい助け合うのは当然だと思うぜ。そうだろ？
そうでしたね。ではお言葉に甘えて。今ある手がかりからじゃ、アウグストゥスの花が再び現れたという噂の真偽を確かめることはできない。エドガーさんも結論を下すには時期尚早と考えてる。とはいえ、一度彼と話をしてみたらどうかな。当時のブームを実際に経験した人だから、新しい手がかりが手に入るかもしれない。そうですね。ちょうど私もホテルへ行ってエドガー先生を訪ねるつもりでした。エドガー？そいつって？パイモンが当てられなかった博覧会を取り仕切る植物専門家だよ。この辺りじゃ誰よりも人望の厚い調香師なんだ。しかもアウグストゥスは彼がフォンテーヌで活動していた時に生み出した作品でもある。それにあの方はスメールで、私を弟子にしてくださった香水作りの師匠なのです。フォンテーヌで活動してた調香師で、スメールに来てフォンテーヌ人の師匠になった？かなり複雑だな。話せば長くなります。もし興味がおありでしたら、会った時に詳しく話しましょう。ホテルの近くにエドガー先生の仮住まいがあるはずです。僕はまだ港でやることがあるんだ。何かあればいつでも声をかけて。遠慮はいらないから。わあ、ここにも花が山ほどあるぞ。主催者が大金を出してホテルと周辺の建物をすべて借りて、一時的な倉庫兼スタッフの住まいとしているそうですよ。じゃあ早めに来た客は泊まる場所がなくて困るんじゃないか？それにこんな大きなホテルを借りて元が取れるのかな？しばらく見ないうちにすっかり変わったな、エドガー。君たち兄弟はちっとも変わっていない。兄貴、エドガー、おしゃべりは置いといて、さっさと本題に入ろう。キリアは今？まあ待ちなさい、客人がいる。ご無沙汰しております、エドガー先生。エミリエか。何年ぶりだ、こんなに立派になるとはね。フォンテーヌじゃ誰もが知る調香師だと聞くじゃないか。後世恐るべしとはまさにこのことだ。先生のご指導のおかげです。いやいや、私は基本的な知識を授けただけに過ぎない。師匠と名乗るのも恥ずかしいくらいだ。これまでスメールで調香に興味を持つ子供たちをたくさん教えてきたが、君ほど成功した者はいないよ。すべて君の努力の賜物さ。ところでそちらのお二人はどちら様かな？手紙では触れていなかったようだが。知り合ったばかりの友人で、旅人さんとパイモンさんです。おお、エミリエの友人か。会えて光栄だ。それでそちらのお二方は先生のご友人ですか？その通りだ。俺たちもフォンテーヌから来た人間で香水ショーをやってる。エドガーとは古い付き合いでな。俺はオードだ。で、こっちは弟のブラスな。ブラス、エドガー。ああ、商人のご兄弟。香水ショーって、あ、まさかお前たちもアウグストゥスの花を探しに来たのか？フォンテーヌの香水ショーならアウグストゥスの名声を知らぬ者はいない。ちょくら様子を見に来たって不思議じゃないだろう。
ちょうどその話をしようとしていたんだ。エミリエ、君たちもアウグストゥスの花のことを聞きに来たのだろう。ならば一緒に話をしようじゃないか。エルマイト旅団の傭兵たちに調査を依頼しているが、スメールのどこにもアウグストゥスの花の目撃情報はない。ただオルモス港に変わった香りを街中で嗅いだという者が何人かいる。何かの花に似ているがどこか違うと。その中には20年前にフォンテーヌを旅した行商人がいてね、彼曰くその香りは当時のアウグストゥスにそっくりだったそうだ。唯一無二で神聖かつ高貴な香りだと。あ、もしかしてアウグストゥスの香水がまだ残ってて、それを誰かがここで売ってるんじゃないか？それはありえません。未開封だとしても香水の香りは時間とともに変化します。特別に熟成させた香水でない限りは十数年もの年月を経てなお変わらないなんて不可能に近いです。ましてやアウグストゥスのその性質は不安定なもの。フォンテーヌでわずかに保存されている数瓶も10年前にはすっかり変質してしまいました。もしかすると似た香りの花が使われているだけかもしれません。あるいはアウグストゥスを模して調合された香りか。いや、ありえない。アウグストゥスの代用品をそう簡単に作れるなら当時あんな異様な値段で売られやしなかった。アウグストゥスの花が再び現れたに違いない。技術的には不可能ではありませんが。まあまあ、模倣品かどうかはひとまず置いといて、エドガー、そいつらはその匂いがどこから漂ってきたか話してたか？いや、気がついた時には香りはほとんど消えていたそうだ。わざわざ聞かれなければ忘れてしまっていた人が大半だろう。直接見たり聞いたりしたものに比べて嗅いだ匂いというのは見落とされやすいものだからね。そのお話からすると誰かがアウグストゥスの香りを身にまとって道を歩いてた感じだな。兄貴、まさか。単なる推測だ。気にしないでくれ。今あるのははっきりしない手がかりばかりだ。君の推測もありえないわけではない。人を使って調べるとしよう。二人ともわざわざ遠いところから来たことだ。今夜はホテルで休んでいってはどうかな。オド、ブラス、君たちの部屋の鍵だ。え？ただでホテルに泊まれるのか？もしかしてオイラたちの部屋も？それは申し訳ない。ホテルの部屋は大半が倉庫になっていてね、博覧会が始まるまで使えないんだ。彼ら二人の部屋も急いで用意したものだから。エミリエから手紙を受け取った時にはもう部屋は残っていなかったんだよ。つまり急に来たオイラたちには部屋があるわけないってことか。いやはや、我々が至らずホテルを占用してしまっているせいですまない。せっかくスメールに来てくれたというのにまともなおもてなしもできないとは。いいんですよ、私は船に戻って休みます。それかせっかくスメールに来たことですから、この辺りで植物サンプルを採集してそのまま野宿するのも悪くないでしょう。そうですか。でしたら安心です。とはいえ荷物はここに預けさせてもらえませんか。野宿だと大荷物では不便なので。あ、そう場所は取らないと思います。そうだな。
いいとも、もちろん問題ないさ。エミリエさんが嫌じゃなけりゃ、俺たち兄弟が荷物を預かっておこう。ならそうしよう。オド、君たちはエミリエと一緒に中に入って荷物を置けそうな場所を探してくれるか。私は君たちをもてなすためのお茶と茶菓子を用意して後で持っていこう。部屋を用意できなくてすまないね。大丈夫ですよ先生。突然お伺いしたのはこちらですし。後で必ず美味しいお茶を入れておもてなししよう。花の香りがプンプンするぞ。エドガーは部屋を用意したって言ってたけど、それでもたくさん花が残ってるな。窓の外から見えた感じ、あいつの部屋も花だらけだったぞ。今回の博覧会はものすごい規模なんだな。いいえ、私たちは調香師であって庭師ではありません。普段から様々な植物の精油を相手にするので、嗅覚を鋭敏に保つため、日常生活を送る場所では香りを排除しています。そうなのか。ってことは、博覧会に必要なものが多すぎて、本当にどうしようもないんだろうな。そこはスイートルームみたいだな。隣が弟の部屋だ。ブラス、後で俺たちの荷物を運んでおいてくれ。ルーラス。ああ、わかったよ、兄貴。それで、エミリエさん、あんたの荷物はどこだ？ブラスに一緒に運んでもらおう。実はまだ港に置きっぱなしなんです。生活用品の他に、フォンテーヌから持ってきた琥珀酒が一箱あります。ブラスさん、一緒に運んでいただけますか？そうすれば皆さんに楽しんでいただけますし。そりゃいい。ブラスの好物といえば酒以外何もない。弟の代わりに礼を言おう。そうなんですか？オドさん、ブラスさん、お二人は。おい、何をしている。今のは先生の声。エドガー先生。おい、大丈夫か、エドガー。くそ、一体誰の仕業だ。キリア、アークステス。キリアだと。おい、エドガー、エドガー。待ってください。怪我人を激しく揺すってはいけません。先生のことは私に任せて、あなたたちは。はい、よろしく頼みます。皮膚は赤らんで瞳孔が開いていますが、呼吸はあります。この辺りなんだか独特な香りがするぞ。その瓶から出てるんじゃないか。それもそうだな。
兄貴、近くを見てきたけど誰かが通ったような形跡はなかった。そんな、あいつに羽が生えてるわけでもあるまいし。あ、いや、なんでもない。犯人が跡形もなく消えるなんてありえないだろと言いたかったんだ。もう、周囲を見て回ったけど、あの瓶以外手がかりは何もなかったな。今は命を救うことが先決です。先生を中へ運ぶので手伝ってくれますか？エドガーは無事なのか？応急処置は済ませました。航空内と鼻腔内の残留物から判断するに、先生は無理やり何かの液体を飲まされたと思われます。ただ今は意識がないので、安易に吐かせれば気道を塞ぐ恐れがあり危険です。他の手を打つしかないでしょう。ふん、匂いは一致しますね。ですが同じ液体かどうか、どんな性質なのかは科学検査をしてみないと判断できません。とはいえその前に、まずは事情を知っていそうな人に話を聞いてみましょう。シルバンさん、ルシアンさん。おい、エミリエさん、俺たちを呼んだのか？聞いたことのない名前だったが。そうですか。スメールに来る前に特巡隊の友人に頼んで調べてもらったのですが、アウグストゥスの生みの親が誰なのかを、当時表舞台に出ていた調香師のエドガー先生を除いて、アウグストゥスの背後にはあと3人の人物がいました。アウグストゥスの花を栽培したスメールの学者が1人と、アウグストゥスの宣伝活動を行った商人の兄弟が2人。その兄弟はアウグストゥスの神話を利用して大勢の陶器家を引き込み、その結果アウグストゥスの価格をさらに押し上げました。しかし最終的には粉飾決算、市場撹乱と複数の罪に問われ、法廷によりメロピデ要塞へと送られています。ちょうど最近刑期を終えて出所したはずです。そんな話俺たちには関係ない。フォンテーヌで商売してる兄弟なんて5万といる。そいつらも全員犯罪者だというつもりか？お兄さんからブラスと呼ばれてもなかなか返事しないのに、私がルシアンと呼んだ時はすぐに反応しましたよね。それはエミリエさん、あんたはフォンテーヌの有名な調香師だ。今ならその言いがかりも冗談ってことで済ましてやる。この先まだまだ長い。善人を中傷したなんて話が香水賞の界隈で噂になっちゃ困るだろ。香水賞ですか。商売をまともに営んでいるのなら、琥珀酒が酒ではないことくらい知っていて当たり前のはずでは。なんだと。琥珀酒は数年前に私が調合した香水です。さほど有名ではありませんが、フォンテーヌの香水賞なら名前を耳にしているでしょう。お二人がごく最近まで香水とは無縁の場所にいたのなら話は別ですが、例えばメロピデ要塞のような場所に。エミリエ！シルバンさん、何もあなたを責めるつもりはありません。十数年前に何があったとしても、法廷での採決はすでに出ています。ですがエドガー先生の身に危険が迫った今、犯人に関する情報がもっと必要です。犯人がアウグストゥスを目的に先生を襲ったのだとしたら、お二人も安全とは言えません。ですから話してくださいませんか。キリアという人物のことを。わかった。話そう。兄貴？
ルシアン、こいつらがキリアを見つけ出せるなら俺たちにとっても悪いことじゃない。それに今から話す内容はすでに剣律帝にも話したことだ。あんたの言う通りさ、もともと俺たちは4人組だった。俺たち兄弟とエドガー、それから花の栽培を担当するスメールの学者ヴィジャーヤだ。ある時マレショーセ・ファントムがうちに来て、罪名をつらつらと並べ立てて帳簿を調べると言い出してな。その後俺たち兄弟とエドガーは判決を言い渡されて海の底へと送られた。なんかその判決に納得いってないみたいな口ぶりだな。あれ、じゃあエドガーはどうやってスメールに来たんだ？先生は当時従犯とみなされ、数年もせずにメロピデ要塞を出てこられました。フォンテーヌに留まれば過去のことに煩わされる。先生はそれが嫌でスメールに単身移住したと聞いています。当時の先生は長いこと塞ぎ込んでいて、新しい香水の調合には手をつけませんでした。ただ代わりに教え子の指導に専念し、その道の手ほどきをされるようになったんです。昔私は両親の仕事の関係でスメールに短期滞在していました。その時に先生と出会い、しばらくの間教えを受けていたのです。この話はさておき、まずはその学者ヴィジャーヤについてお話しいただけますか？俺たち同様、ヴィジャーヤもあの時マレショーセ・ファントムの調査を受けることになったんだ。だが彼女はマレショーセ・ファントムが来る前に自分の花畑に火を放ち、アウグストゥスの花と俺たちが稼いだ金を焼き払って灰にした。つまり証拠を隠滅したってことか？そんなことしたらそいつの罪が重くなるんじゃ。いえ、それについては気にしていなかったのでしょう。なぜなら彼女は自分自身もその日の海の中に葬り去ったのですから。え？ずいぶんと詳しく調べたんだな。それでもまだ俺たちに聞く必要があるのか？ええ、当時の書類にもその名前は記載されていませんでした。ですがあなた方はその人物と顔見知りのようですね。キリアはヴィジャーヤの弟だ。当時あいつはまだ10代の無鉄砲な青2歳だった。普段は姉の手伝いをするくらいで、俺たちが何をしてるかなんて知らなかったろう。ヴィジャーヤは普段からあいつにうろちょろしないよう言っていてな。だから彼女に弟がいると知ってたのは俺たち以外にいなかった。俺たちの事件の後あいつは行方がわからなくなったんだ。ところが最近になってアウグストゥスの花がまた現れたという情報がスメールから流れてきた。それでキリアさんがヴィジャーヤさんの元から何かを持ち出し、アウグストゥスの花を再び育て始めたのではと考えたわけですね。ヴィジャーヤが生前何より大事にしてたのが弟だ。自分に何かあれば金は全部弟にやると話してた。もし死ぬ前に何かを残してたとしたら、それはキリアんとこにあるに違いない。しかもあの瓶に残された液体を見るに、キリアはアウグストゥスの花を咲かせただけでなく、アウグストゥスの香水まで完成させやがった。あれって本物のアウグストゥスだったのか。じゃあその香水って毒薬なのか？アウグストゥスが毒薬なわけない。香水ってのはそもそも飲んじゃまずいだろ。それを一瓶飲まされたらどうなる？もしアウグストゥスが毒薬なら、当時販売すらできなかったろう。エドガーが意識を失ったのはキリアが無理やり飲ませたからだ。
おそらくだが、姉の死に俺たちが関係してると考えたんだろう。けど正直、俺だってビジャーヤがなんであんなことをしたのかわからねえんだ。俺たちがキリアを探してるのも悪意からじゃない。単純に、あいつがどうしてるのか知りたいだけだ。できれば今後も手を組んで、アウグストゥスを作りたいしな。監獄に入れられたのは、粉飾決算と市場撹乱が理由だ。アウグストゥス自体には何の問題もねえ。悪巧みはせず、堅実に、真面目に香水を売ってれば、あいつの姉貴に対する償いにもなるだろう。だから当時取り調べを受けた時に、キリアさんの名前を出さなかったのですか？ああ、その通りだ。俺たちだって少年は悪人じゃないからな。俺たちが知ってるのはこれだけだ。アウグストゥスの成分や、誤飲した場合の対処については、エドガーか、もしくは、キリアに聞くしかない。少なくともこれで、先生の飲まされたものが、アウグストゥスだとはっきりしました。この後の科学検査で、対処方法が見えてくるでしょう。ひとまず、収穫はありましたね。そうか、ならよかった。ルシアン。とりあえず部屋に戻って休もう。この状況じゃ考え直すしか。そうだな、兄貴。あなたもそう思いますか？確かに彼らはまだ何かを隠していそうですね。残念ながら現状ではもう証拠がありませんが、シルバンさんの口ぶりからして、あのまま問い詰めたところで嘘を並べ立てられるだけだったでしょう。っていうか、あんなわずかな不審点からあいつらの素性を暴くなんて、エミリエって頭がいいんだな。そうだぞ、お前医者としては半人前で診察対象はちょっと特殊だって。ええ、私が接する患者は大多数が死者なのです。つまり法医学者ってやつか？いいえ、厳密には特殊清掃人と呼ばれる職業です。法医学者とマレショーゼ・ファントムが証拠を収集した後に、患者がこの世に残した最後の痕跡を取り除くのが私の仕事となります。配合に少し手を加えるだけで、人気剤は香水にも洗剤にもなる。事件の真相は誰かの手で明らかにする必要があり、事件現場もまた、匂い、血痕、汚物といったものを誰かの手できれいにする必要があります。そのおかげと言いましょうか、これまで数多くの死を目の当たりにし、それにまつわる知識を身につけました。ですが、今回はまだ間に合います。旅人さん、すみませんが、ティナリさんとオルモス校の治安官に状況を説明してきてもらえますか？先生は私が解放します。アウグストゥスのサンプルもすでに手に入りましたし、分析が順調に進むといいのですが。先生は以前よりも年を召されたように見えます。どうか持ちこたえてくださいますように。そんなに慌ててどうかした？何かあったの？なんだって？エドガーさんが襲われた？あの人はこの辺りでみんなから慕われてる調香師なんだ。オルモス校には彼の世話になった人間が大勢いる。まさかそんなことが起きるだなんて。シャムさん、怪しい人物がバザールに逃げてきたという報告はあった？今のところは何も。だがこの近くにはそこかしこにうちの傭兵がいる。誰かがキリアを目撃してるはずだ。すぐに人を集めよう。そいつを逃がすわけにはいかない。ティナリはこれからどうするつもりだ？そうだね、現場の証拠集めと容疑者の確保はシャムさんに任せよう。
エドガーさんにはエミリエがついてるから僕が行く必要もないだろう。でもエミリエは自分のこと厳密には医者じゃないって言ってたぞ。それは謙遜だよ。確かに正規の医者でも法医学者でもないけど、人体と薬理に対する理解は正論派の学者たちよりもずっと深い。ましてや今回は香水に関わる症例だからね。彼女の方が適任だ。僕はそうだな、これから教練院に戻ってビジャーヤとキリアについて調べようと思う。そうだった、ビジャーヤはスメール出身の学者なんだよな。ティナリは名前を聞いたことあるか？エミリエの手紙で見たことがあるだけだね。教練院を卒業した学者は山ほどいて、卒業後本来の学派とは関係のない仕事についてる人も大勢いる。これまで詳しく調べられてなかったけど、ビジャーヤの過去と今回の事件はつながりが深そうだ。スメールシティで友人に頼んで一緒に調べてみるよ。早ければ明日にでも連絡するから、オルモス校のことはひとまず君とエミリエに任せた。1日経ったけど、ティナリは何か見つけられたかな。エミリエの方も心配だし、ホテルへ行ってみようぜ。おーい、エミリエ。幸い峠は越えました。非常に衰弱してはいるものの、もうしばらく休めば意識を取り戻せるでしょう。アウグステスの分析作業も順調です。ただ少し気になる点がありまして。はい、サンプルには香りを付与する成分の他に異常な元素力が含まれていることが分かりました。元素力？今は何とも言えません。元素力といってもごくわずかで、一滴の香水を海に落としたようなものです。ここ数年で新たに登場した検出技術を使い、ほんのわずかな痕跡を発見できた程度でして、元素力に異様に敏感な人でなければ10年使い続けたところで何ら影響は出ないでしょう。先生が意識を失い衰弱しているのは果たして元素力のせいなのか、それとも他の成分のせいなのか、現状では安易に結論を下せません。そういえばティナリは会いに来たか？あいつにも一緒に見てもらったらどうだ？いえ、昨夜伝言が届いてティナリさんは教練院へ調査に行ったと聞きました。ですが新しい情報はまだ何も届いていません。そっか、先にお前に会いに来ると思ったんだけど。エミリエさんはいる？あ、旅人にパイモン、お前たちもいたのか。知ってる人がいてよかった。コレイ。ああ、ティナリさんのお弟子さんですね。いつも話を聞いています。お会いできて嬉しいです。あと、そう固くならないでください。私のことは気軽にエミリエと呼んでいただければ。わかった。私も会えて嬉しいよ。エミリエ。コレイはティナリに頼まれてきたのか？うん、師匠たち昨日の晩から数十年分の名簿を調べてて、今もまだ休めてないんだ。それで私の方が足が早いからとりあえず知らせに来たんだけど、残念なことに今の結論としては教練院にビジャーヤという名の学者は存在しない。師匠もその可能性について考えてた。でも名前だけじゃなくて似たような研究や経歴から調べても該当する人物が見当たらないんだ。そんなことって？ええ、
その可能性は非常に高いですね。彼女の素性を知るにはおそらくあの二人に話を聞くしかないでしょう。おい、ルシアン、シルバンだ。まさかまたキリアが現れたのか。そんな、ホテルを出入りした人は誰もいなかったのに。ドアに鍵がかかっているのでしょうか。ルシアン、ルシアン、おい、目を覚ませ。エミリエさん、なあ、弟はどうしちまったんだ。エドガーみたいに気を失ってるだけなんだよな。申し訳ありません、シルバンさん、今回は間に合いませんでした。ああ、そんな、どうして、どうしてこんなことに。旅人さん、コレイさん、今の彼は気が動転しています。これ以上身内の遺体を見せない方がいいでしょう。隣の部屋に連れて行き、彼のそばにいてもらえますか。うん、任せて。ええ、お願いします。シルバンさん、私の手を取ってゆっくり立ち上がってください。ここは私たちに任せて、ひとまず息を整えましょう。コレイさん、お願いします。昨日までどしっと構えてた人があんなにうろたえるなんて。あいつ、いい人とは言い難いけど、やっぱりかわいそうだよな。罪人であれ善人であれ、身内の死によって受ける苦痛は同じです。共に暮らした記憶、共に経験した苦楽、いずれもこの先は残された者の記憶の中にしか存在しなくなります。キリア、もし犯人が本当にそいつなら、ルシアンに一体何をしたんだ。死人に口なし。彼の言葉の代わりに痕跡に頼るしかありません。私はまず現場を保存します。旅人さんは先ほど言った通り、治安官への連絡をお願いできますか。昨日の事件が解決してないのに、また今日もこんなことが起こるなんて。エミリエ、君は経験豊富な法医学者だと聞いた。何か気づいたことはないか。私は法医学者ではありません。関連する知識にたまたま触れたことがあるだけです。ですが、遺体の温度と硬直具合から判断して、事件は昨夜のうちに起きたと考えられます。もっと手がかりを得るには、さらに調査を進める必要があるでしょう。それじゃあ、君に頼めるだろうか。ティナリが離れる前にこう言ってた。万が一の事態となれば、君の判断を信じるといいと。はい、信頼いただき感謝します。では早速始めるとしましょう。調査は早ければ早いほど効果的です。何しろ痕跡の多くは時間とともに薄れてしまいますから。オイラたちも手伝うぞ。遺体のことはよくわかんないけど、他の手がかりを探すのはオイラたちに任せてくれ。正直なところ、
博覧会のことがあってこっちも人手に余裕がない。君たちが手伝ってくれて本当に助かるよ。瞳孔が開き、皮膚は赤くなっていますね。争った形跡や目立った外傷はなし。窓もしっかり閉まってる。これだと中に入るにはシルバンの部屋を通るしかないな。一通り調べたな。シャムとエミリエに報告しに行こうぜ。どうだ、何か見つかったか。隣の部屋から入ろうとするとシルバンを起こしてしまうんじゃないか。まさか彼が自分で弟を。弟を失った時の反応は演技には見えませんでした。それに彼にはそんなことをする動機がありません。じゃあ夜に一体何が起きたんだ。シルバンを刺激したくはないが、ここは彼に証言してもらうほかないな。そうですね、私の方でも新しい発見がありましたので、隣の部屋へ行って説明しましょう。シルバン、昨日の午後から今朝まで弟さんと一緒に何をしてた。怪しいものや音を見聞きしなかったか。エドガーがキリアに襲われてから俺と弟は奴を警戒してた。だから部屋に帰った後に話し合って、廊下とつながるドアに鍵をかけたんだ。万が一どちらかの部屋で何かが起きたら、もう一人が部屋の間のドアから助けに行くことにしてた。だが昨日の夜は物音一つ聞いちゃいない。なのに朝起きてドアを開けたら、ルシアンが。つまり昨夜隣の部屋に変わった様子はなく、この部屋を通った人もいないってことか。部屋に争った形跡はないし、ルシアンには外傷もない。死因は一体。それについては遺体の様子、つまり瞳孔が開き皮膚が赤らんでいた様子から推測できるかもしれません。昨日襲われた直後の先生とよく似ています。ですが口や鼻の中にそれらしき液体は残っていませんでした。無理やり飲まされたわけではなく、無意識のうちに一定量のアウグストゥスを吸入してしまった可能性があります。アウグストゥスを？ありえない。アウグストゥスを嗅いだところで死にやしない。ましてやたった一晩の話じゃないか。そういう意味じゃない。おいエミリエさん、あんたはアウグストゥスを検査したんだろ。毒性がないことははっきりしてるんじゃないのか。確かに一般的な毒素は見つかりませんでした。ほらそうだろ、アウグストゥスは無害なんだ。かつてのフォンテーヌ史上がそれを証明してる。
大多数の人間にとってはそうだな。先生。あ、エドガー、もう起きて大丈夫なのか？エミリエのおかげで命拾いしたよ。シルバン、真実とは包み隠せないものだ。エドガー、もうあと10年、20年と隠し通せたところで、キリアは我々を許してくれるだろうか。いや、イェレーナを思う彼は決して我々を許さないだろう。ビジャーヤの本当の名だ。彼女はスメールの学者などではない、スネージナヤから亡命してきたファデュイなのだよ。ファデュイだって？ファデュイ、通りでアウグステスには元素力が混じっていたわけですね。すでに気づいていたのか、シルバン。それならなおのこと隠す必要はない。アウグステスの花は邪眼の力を利用しねじ曲げ変異させて生まれた花なのだ。邪眼？ファデュイに邪眼。アウグステスの背後にそこまでの秘密が隠されていたなんて。邪眼から生まれたアウグステスには変異した元素力が秘められている。長年接触し続ければ人体に害を及ぼすのだ。もういい、あとは俺が話そう。イェレーナは改良を続けようとしてたんだ。だが香水ブームなんていつまで続くか誰にもわからないだろう。一般人には何の影響もないし、売り出すのが一晩でも遅くなればその分の儲けを逃すことになる。だからって中毒のリスクがあるかもしれないのに、それを売ったのかよ。そりゃ買い手が毒で倒れたら俺たちだって困る。ただ長期的に接触すれば害があると言われても、それはイェレーナの推論に過ぎないし、影響だってごくわずかだ。エドガーみたいに大量に飲まされたり、元素力に対して特に敏感だったりしなければ、数十年使ったって問題はない。確かにフォンテーヌでアウグステスによる中毒事例は起きていません。ですが中毒者が出なかったことと、危険と知りながらそれを隠して販売していたという事実は分けて考える必要があります。なるほど。道理で当時すんなりと経済犯罪を認めたのに、キリアさんとイェレーネさんのことは隠し続けていたわけです。ファデュイ、邪眼、アウグステス、マレショーゼファントムが捜査を続ければ、これらの証拠であなた方を一生メロピデ要塞に閉じ込めておけるでしょうね。スメールでキリアに命を狙われると分かってたらずっとメロピデ要塞にいたさ。ルシアンだって死なずに済んだ。もう何年もナリを潜めてたのに、俺とルシアンが出所した途端に動き始めた。あのガキ、俺たちを狙ってるに違いねえ。もともと人を殺せはしないはずのアウグステスのせいで死人が出た。絶対にあいつの仕業だ。キリアって人、そこまでお前たちを恨んでるのか。ではイェレーネさんの死はあなた方が企てたのですか？証拠を隠滅するために。当時その考えが浮かんだことは認める。市場に流通してたアウグステスは俺たちが入念に策を講じて事実を隠した。イェレーナが身分を偽ってたことについても疑う奴はいなかった。
ただ、ナレ小生ファントムがイエレーナの花畑を、アウグストゥスの花を調べれば、ジャガンのこともファデュイのことも、何もかもがバレちまう。でも俺たちが計画を立てる前に、イエレーナは自分で花畑に火を放ち、自分自身も燃やした。そんな、いくら証拠を隠滅するためだからって、自分まで燃やす必要は。そうだぞ、花畑を燃やした後、弟と一緒に逃げればよかっただろ。そのことは俺もずっと考えてた。それで今ようやく分かったんだ。彼女がそうしたのは全て弟キリアのためだってな。あいつらが亡命することになった原因の一つは、イエレーナがジャガンを使いすぎて体が持たなくなってたからだ。彼女は自分が死んだ後、弟に同じ鉄を踏ませたくなかったのさ。フォンテーヌに来てからもジャガンを使ってアウグステスを育て続けてた。あいつの体はますます衰弱していき、ひどい時には動くことすらままならなかった。つまり彼女はキリアと一緒に逃げる際に自分が足手まといになるんじゃないかって心配してたんだな。素性がバレれば、彼女と弟はスネージナヤとフォンテーヌの両国から罪に問われる。ジャガンの力を帯びたアウグステスの花だけじゃなく、ジャガンに侵されたイエレーナの体も嫌疑を招く要因になる。だからあいつは火を花と自分自身に放って灰にした。これらの手がかりを全て消し去り、弟に金を持たせて一人で逃げさせるためにな。アウグステスによってかき集めた富は燃えてなくなったのではなく、彼女がキリアさんに渡したのですね。大方はそうだろうな。あいつは生前、自分に何かあれば財産を弟に渡してくれと言ってた。俺たちの分まで持っていかれるとは思わなかったがな。俺とルシアンはキリアから金を、それからアウグステスの花を取り返したかった。まさかこれが全部あいつの仕掛けた罠だったとはな。でもキリアは、なんでお前たちに復讐するんだろう。お姉さんが自分から犠牲になったことを知らないのかな。イエレーナの寿命が長くなかったことを彼は知らないはずだ。イエレーナは弟の前ではいつも厚化粧をし、老いを隠していた。それに仕事の忙しさを理由に会うことを避け、動くことすらままならないという事実を隠していたんだ。それなら真実をキリアに教えてやれば復讐を諦めてくれるんじゃないか。それはないと思う。今の話を知ってもなお、お姉さんがジャガンを使ってたことをキリアは人のせいにするはずだ。アウグストゥスの花を育てるよう無理強いされてたとか言って、自分一人で復讐心を収めるのは難しいことだし、これだけ長い間一人で憎しみを抱えてたならなおさらだ。確かにな。それにイエレーナの死の原因が明らかになったとて、私自身自分が無実だとは思わない。エドガー、あんた何言ってんだ。シルバン、当時我々が目先の利益に飛びつき香水ブームに乗ろうとしなければ、イエレーナがここまでリスクを冒すことはなかったのではないか。欲に目がくらみ、栽培面積を広げ続けなければイエレーナの体はああも早く衰えることはなかったのでは。恋に法を犯すことなく、マレショーセ・ファントムに目をつけられていなければ、イエレーナはまだ生きていたのでは。ふん、自分の体のことはあいつが一番よく分かってた。短い命だってこともとっくに知ってたさ。ただただキリアに
少しでも多くのモラを残してやりたいと考えて取った行動だ。俺たちはちょっと金儲けしようとしただけに過ぎない。いくらなんでも死んで償うほどの罪じゃないだろう。それに俺が主犯だったとしてもルシアンはどうだ。あいつは最初から最後まで俺の言うことを聞いて動いてただけだ。ルシアンが犯した過ちはどうしても命で償うしかなかったのか。私たちは審判官でもありませんから、その問いに答えることはできません。もういい。話すべきことは全て話した。フォンテーヌへ連れ帰って審判を受けさせるつもりならおとなしく従うさ。なんてこった。三人のフォンテーヌ人とスネージナヤ人がオルモス港で事件を起こしたとは。頭が痛い。今の状況じゃ教令員が人をよこすまで待つしかないな。それからフォンテーヌにも連絡する必要があるかもしれない。いずれにしても結論が出るのは明日だろう。やれやれ、博覧会のせいでオルモス港には今留置所がないのに困ったよ。ならばこのままこのホテルを使ってはどうかな。シャムさん、人手をよこして私とシルヴァンを見張ってくれ。とはいえシルヴァンの精神状態では逃げる気も起きないだろうし、私に至っては逃げたくとも体が動かない。エドガーさん、つまり？シルヴァンを国へ送り返して審判を受けさせるとなれば、私も自由の身とはいかないだろう。主犯だろうと従犯だろうと、犯罪を犯したことに変わりはない。ただ、フォンテーヌへ帰る前に、荷物をまとめて世話をしていた植物に別れを告げたいんだ。それからシルヴァン、君にも別れを言いたい人がいるだろう。シャムさん、この願いを叶えてくれるだろうか。わかった。教令員には伝えておこう。過去にどんな罪を犯したとしても、スメールに来てからのあなたはまともで人望の厚い善人だった。それくらいの望みなら叶えてやれる。シャムさん、心から礼を言う。事件というと、またキリアさんが襲ってくるとか？そうだぞ。そいつがアウグストゥスを持ったってのは分かったけど、どうやってここへ来たのかは少しも分かってないんだぞ。もしまたエドガーとシルヴァンの命が狙われたら大変じゃないか。しかし考えてみると、むしろ彼の方が我々よりも焦っているのでは。この状況を利用してキリアをおびき寄せられれば、彼と話をするいい機会になるかもしれない。待ってください、先生、それは危険すぎます。そういうことかよ。明日には俺たちが連れて行かれると知れば、復讐を果たすには今夜しかないと考えるだろうな。つまりあんたは俺たちを餌にしてキリアを捕まえようって腹なわけだ。捕まえたいわけじゃない。私はただ彼ともう一度話がしたいんだ。どうした、彼が恐ろしいか。なんだと？俺にとっちゃルシアンの仇を取る絶好の機会だ。どのみち残りの人生は牢屋で過ごすことになるんだ。あいつは俺とルシアンの金を使い、ルシアンの命を奪ったんだぞ。その上自由の身だなんて見過ごせるかよ。危険かどうかなんてあんたらがちゃんと守ってくれるんなら心配しなくて済むだろう。確かに
可能な手ではあるな。エドガーさんたちが明日ここを立つという情報を周辺に流せばいい。それから仲間をホテルの周辺に潜伏させて、君たちも助けてくれるとなれば成功率はより上がるだろう。それでも懸念は残りますが、皆さんの意志が固いのなら人手が多いに越したことはないでしょうから。私も手伝えるよ。だが見張りを置くとして、シルバンとは部屋を分けてもらいたい。部屋に他の人間がいると気づけばキリアはことを起こさないだろう。それにアウグストゥスの毒性を高めるために何か細工しているかもしれない。ああ、切羽詰まった時復讐のためなら無差別に使う可能性もあるってことか。そうなれば見張りだけでなく、オルモス港にいる無関係の人々まで危険にさらされる。ああ、だから他の皆さんには陰で見守っていただくのが一番。まだ完全に癒えてはいないんですから、部屋に戻って休んでください。老いた体ではままならないな。後のことは君たちに任せよう。あ、見張りの配置についてはまた後で相談しよう。グズグズしてる暇はない。手分けして情報を拡散しよう。聞いたか、エドガーさんが明日連行されるらしいぞ。そんな、まさか。うちの店のアロマは全部彼が作ってくれてたのに。うちの子も彫刻を習ってたのよ。まさかこんなことになるなんて。審判はまだなんだし、あることないこと推測するのは予想。どこもかしこもこの話で持ちきりだな。キリアがどこに隠れてたってきっと情報は耳に入ってるよな。ホテルへ戻って休もうぜ。ついでに他の人の様子も見に行こう。エミリエ、シャムさんが後で旅人も一緒に夜の見張りについて相談したいってさ。わかりました、ありがとうございます。ですがその前にリラックス効果のあるハーブティーを用意したので召し上がってください。私はいいよ。夜はまだまだ長いですよ。常に張り詰めた状態でいるのはよくありません。先ほどから落ち着かない様子でしょう。気づかれちゃってたか。キリアさんの復讐について気になさっているようですね。よろしければ話してくださいませんか。それは、ヤッホー、エミリエ、これいい。あ、オイラ邪魔しちゃったか。いや、いいんだ。お前たちがいてくれた方が話しやすい。実はずっと気になってたんだ。誰にも気づかれずに殺せるならキリアはなんで昨日の夜シルバンを殺さなかったんだ。兄弟は扉一枚隔てた隣同士の部屋にいたんだから、やろうと思えばできたはずだろ。シルバンを隣の部屋に連れて行って落ち着かせてた時、パニックになったあいつを見てふと思ったんだ。キリアはシルバンに肉親を失う苦しみを味わわせて、その後で復讐しようとしてるんじゃないかって。最初の日にエドガーを襲ったのは警告みたいなものだったってことか。まずは恐怖を植え付けるためみたいな。キリアさんに関するお話を聞いた限りではその可能性はとても高いですね。うん、この何年もの間お姉さんを失った後のキリアはどんな経験をして何を考えて生きてたんだろう。そう思うと
もし自分がキリアだったら、復讐を諦めるよう自分を説得することなんてできるのかなって。ごめん、こんなの間違ってるんだけど、どうしても考えちゃって。間違ってなんかいませんよ。人は共感する生き物なのですから。事件現場の清掃をする中で、死者の遺族と幾度も顔を合わせてきました。泣き声や怒りの声が未だに耳にこびりついています。時には行く手を阻まれ、家族の最後の痕跡を消し去らないでくれと懇願されたこともありますけれど、こういった感情にとらわれていては正しい判断を下すのは困難になります。長く香りに包まれていると嗅覚が鈍るように、強烈な感情に浸り続ければ理性は覆い隠されてしまうのです。ですから私は、感情移入すると同時に自分自身に問いかけ続けています。シルバン兄弟は本当に死に値するほどの罪を犯したのか。彼らはジャガンとファデュイについてどれくらい知っていたのか。イェレーネさんに無理強いしたのか、そうでなかったのか。これらの問いへの答えを手に入れるには証拠集めと審理に時間をかけねばなりません。一方で、答えを埋もれさせるのは非常に簡単です。たった一度復讐を果たせばいいだけなのですから。私はフォンテーヌで数々の死を見てきました。人が死んだ後も様々な痕跡から推測できることはあります。しかし、当事者がひとたび亡くなってしまえば、多くの真実は永遠に闇に葬られてしまいます。恨みに支配された人はそんなことまでなかなか想像できないだろうな。復讐を望む人にとっては、正しいか正しくないかなんてそんなに重要じゃない。確かにそうですね。私たちがこんな風に問題を見据えることができるのも、彼らより理性的であるからではなく、単に幸運だからです。だからこそ、引き返せない事態となるのを避けるべく、外から彼らに力を貸すのが私たちの役目だと思うのです。私もキリアさんの気持ちは理解できますが、なんとか止めたいという思いの方が勝ります。先生にも、シルバンさんにも、そしてキリアさんにも、生きていてほしい。幸運な人間と不運な人間か。エミリエ、旅人。あれ、エドガーさんもここに？お、二人ともどうしたんだ？っていうか、エドガーは部屋に戻って休むんじゃなかったのか？もう少し休んでなくていいのか？ああ、それは多少は体を動かしておいた方が回復も早いからね。それに、ここにいられるのもあとわずかだ。最後にここの植物を世話してやりたいんだ。何かお手伝いできることはありますか、先生？いや、大丈夫だ。思い入れのある子たちだから、お別れを言っておきたい。明日からのことは君たちにお願いするよ。それよりシャムさんの方が大事な要件があるんじゃないか？あ、さっき言ってた夜の見張りの確認のことか。そうだ。部下を周辺各所に配置したが、シルバンの隣の部屋が空いてるんだ。ああ、話し合ったが、次はシルバンが襲われる可能性が最も高いと睨んでる。この中で誰よりも腕が立つのは君だろう。それにエミリエの知識があれば、最悪の事態は未然に防げる。だから君たちにシルバンの隣の部屋を見張ってもらいたいんだ。とても合理的な配置だと思います。今夜はよろしくお願いしますね、旅人さん。
俺たちは近くで室内を監視している。異常があればすぐに警報を出すからな。私も行き来する人たちを山から監視しておくよ。大丈夫、山林に関わる仕事はレンジャーに任せて。変だな、ちっとも動きがないぞ。やっぱりもう復讐は諦めたのか。じゃあもう少し待ってみようぜ。本当に何一つ異常はないのか。さっきドアの隙間から隣を覗いたけど、シルバンは寝ちゃってたぞ。キリアさんの目的はシルバンさんに罪を告白させることだけだったんでしょうか。でもそれはおかしいですよね。服役させ続けたいだけなら当時マレショーゼファントムに告発すればよかったのですから。きっと何か見落としがあるのでしょう。何か極めて大切なこと。お茶でも飲んで落ち着かないか。この前のハーブティーはすごく美味しかったぞ。それもそうだな。じゃあ別のことで気を紛らわせようぜ。例えば花を見るとか。ここってルリユリもあるんだな。昼間は気づかなかったぜ。花、ルリユリ、お香。いけない、今すぐ隣の部屋。聞いたか、昨晩また人が襲われたってよ。あの二人組の商人のお兄さんですってね。確かシルバンだっけか。ひどい死に方だったってよ。一昨日はエドガーさん、昨日はルシアンって商人で。どうか落ち着いてくれ。公務執行中だ、ここには集まらないように。3日も経つけど犯人の影もつかめないなんて一体どういうことなの。まさか悪霊のたたりなんじゃ。そうでもなけりゃどうやってこれだけ大勢の目をかいくぐって犯行に及ぶんだよ。もう一度言う、ここに集まらないでくれ。どうやら次は私だな。そうなるとは限りません。先生の罪は死に値しないとキリアさんは考えているのかもしれませんよ。だから一昨日も殺さなかったのでは。一昨日は君がいなければとっくに死んでいたよ。その件だが、君にお礼を言うのをすっかり忘れていたね。たとえ私がいなくても、あの時はティナリさんもオルモス校にいましたから、助ける術はあったはずです。そうだろうか。だとしたら私は実に幸運だったな。素晴らしい教え子がいて気にかけてくれる友もいる。それに皆からの評判も悪くない。たとえ死んでも心残りはない。キリアは何もかも失った。イエレーナも、カタキも、生きていたところで、何の意味がある。そのあたりのことは、キリアさんを捕まえてから本人に聞くしかありませんね。うん。うまくいくことを願うよ。エミリエ、もう一つ頼みたいことがある。これだけ大きな事件が起きたからにはもう花の博覧会は開催できないかもしれない。だが故郷から遥かな旅路をたどってここへ集められた花たちを
この地でただ枯れさせるわけにはいかない。この後私は殺されるにしろ、フォンテーヌへ送還されて審判を受けるにしろ、あの子たちの世話はできなくなる。面倒事であることは百も承知だが、あの子たちのことを頼めないか。お任せください、先生。受けてくれるか。よかった。これで安心して行ける。シャムさんから質問があるそうなので、この辺りで失礼いたします。ああ、行きたまえ。彼はせっかちだから、あまり待たせない方がいい。すみません、先生。計画がうまくいくといいな。コレイは心配で落ち着かないみたいだぞ。話しかけに行くか。エミリエ、遅い。まさか危険な目に遭ってないよな。うん、それもそうか。旅人、言われた通り噂を流して外に集まってきた人たちも解散させたが、一体どういうことなんだ。昨日の夜、エミリエの計画を聞いて材料を準備し人員を手配したが、それだけでもうてんてこまいだ。正直まだよく分かってないんだが、犯人は一体どうやって夜中に犯行に及んだんだ。重要な手がかりはずっとオイラたちの目の前にあったんだぜ。犯人がどこへアウグストゥスを隠したか種明かししに行こうぜ。正直私もざっくり理解してるだけで、細かいところはよく分かってない。つまり全く理解できてないのは俺だけってことか。これってもともとルシアンの部屋に置かれてたお香だよな。昨日夜になる前に誰かが移動させたのか。それならちょっとは聞いたことがある。リーウェから来た花だろう。ではルリユリが夜に花開き昼には閉じるのをご存知ですか。あ、エミリエ、おかえり。ええ、何もかも想定通りです。夜に咲き昼は閉じる。ああ、それならスメールのサウマラタハスと同じだ。はい、ですがサウマラタハスは花が閉じた時の花びら同士の隙間が大きすぎてこの手口には向きません。そこでキリアさんはあえてルリユリを選んで仕掛けを用意し、アウグストゥスを。植木鉢に流し込めば土に染み込んでアウグストゥスの効果はなくなってしまう。
どこかに塗りつけたんだとしたら、昼間でもアウグストゥスの香りはするはず。花びらの縁がちょっとネバネバしてる。おなじみのあの素材かな。スライムの液体で花びらに封をしたんだ。そうすれば昼間のルリウリは密閉された小さな容器になる。そう、彼は希釈したスライムの液体を使って花びら同士をくっつけ、花の中にアウグストゥスを隠したのです。そうすれば昼の間は花びらの隙間からアウグストゥスが揮発することはないので、誰にも気づかれずに毒を仕込むことができます。そして夜になると、希釈したスライムの液体の粘性ではルリユリの開花を止めることはできません。そうすると被害者は花びらの中に隠されたアウグストゥスを吸ってしまい、つまりキリアは夜中に部屋に忍び込むことなく復讐を果たしたってことか。夜が明ける頃にはアウグストゥスは揮発して薄くなり、残った香りも花の香りで覆い隠されます。そしてルリユリの花はまた閉じる。待ってくれ。それならアウグストゥスはほんの少量でも致死量に達してしまうほど毒性が強くなってるはずだろう。だが一昨日にアウグストゥスを一瓶丸ごと飲んだエドガーさんは命を落としていないぞ。アウグストゥスの毒性は変わっていませんよ。十数年前も今も全く同じです。ただごく少数にとっては非常に大きな影響があるというだけです。それは元素力の影響を受けやすい人たちということだな。シルバンとルシアンはたまたまアウグストゥスアレルギーだったのか。いや、だが彼ら自身もそれで商売をしていたんだから、アレルギーだとしたら何年も前に分かっていたに違いない。より厳密に言えばアレルギーではなく感じやすさの問題なのですが、それは重要なことではありません。彼はある手段を用いて誰にも気づかれないうちに二人を元素力に影響されやすい体質に変えていた。そう理解してくださればいいでしょう。前にフォンテーヌで原始大海の水を飲んだ時は水元素の感知力が高まった。でもここじゃ手に入りにくいはず。錬金術で作られる様々なオイルも元素との親和力を一時的に高めてくれる。でも気づかれずに他人に使わせるのは難しそう。お香のあの匂い、どこかで嗅いだことがあるような気がした。今思えばあれはパラハームの香りだったんだ。スネールの学者の中には森での修行でこのお香を使って創身の力に対する感知力を引き出そうとする人もいる。錬金術で製造されるオイルや、以前フォンテーヌで大騒動を引き起こした原始大海の水には元素力の感知能力を高める作用があります。スメールに来たばかりの頃はあれのせいでひどい目にあったよな。ああ、私もだ。しっかり覚えてる。室内でお香を焚くのはスメールでは珍しいことではないですから、疑いも抱かせにくい。花の香りは異臭を隠すのにも使えます。ここでも花を使ったのか。たまたまリーユへのルリユリがスメールにあっても不思議じゃない。花の博覧会が行われるこのタイミングを利用したんだな。いいえ、たまたまなどではありません。だから大金をはたいてホテルを借りたのか。でもそのお金ってイエレーナが彼に残したものなんだよな。キリアが自由に生きられるようにって、それが結局復讐の道具になっちゃったのか。フォンテーヌの法医学者たちはいつもこう言います。人が通った後には必ず痕跡が残る。しかし今に至るまで
キリアの痕跡は何一つ見つかっていません。何の跡も残さず移動していたわけではなく、ましてや悪霊のたたりなどでもありません。彼はずっと別人になりすましていたのです。ウリウリにこんな手の込んだ仕掛けをし、事前にパラハームを置いた上でシルヴァンたちを宿泊させた。こんなことができるのは花の博覧会を取り仕切る専門家だけ。ホテルに部屋を取るための大金、アウグストゥスの花の栽培法、それからなりすましの手段、ヤレーナから遺産を相続した弟にしかできないことのはず。キリアはエドガーなんだ。それって、でもキリアは当時10代そこそこだった。今だって40にもなっていないはずだろう。エドガーさんはここで長年暮らしてきたわけだし、見た目を変えたところで完全に素性を隠すなんて不可能じゃないか。大変よ、エドガーさんが襲われた。なんだって？ついさっき彼の部屋から黒い影が出てきたの。怪しい匂いがプンプンしてたわ。あっという間に消えたから捕まえ損ねちゃったけど、まるで幽霊みたいに素早かった。で、私たちが中に入ってみたらエドガーさんの姿がなかったの。キリアがエドガーさんを誘拐したのかしら。もう一度よく思い出してみろ。その影はエドガーさん本人じゃなかったか？ええ、エドガーさんは弱ってたんだから、あんなに素早く動けるはずないわ。どうやら先生は使うべきでない力を使ったようですね。そんな、今の状態でそんなことをしたら。だが、すでに復讐は果たしたんじゃないのか？いいえ、復讐のターゲットがイェレーネさんを死なせた全ての人間なのであれば、昨日の時点ではシルヴァンを生かしておいたのが苦しみを与えるためではなく、単に姉の死の真相を聞き出すためだったとしたら、ターゲットはあと一人です。黒い影はリフトの方へ去っていったわ。仲間が慌ててすぐに追いかけたんだけど、まだ何も起きていないといいのですが。私たちも急ぎましょう。一体どこへ逃げたんだ？近くの商人に聞いてみようぜ。幽霊だ！落ち着いてください。深呼吸をして、何を見たのか教えてくださいますか？黒い影を見たんだ。あっちからスーッと通り過ぎてった。真っ昼間だった江戸に妙なものを見ちまったよ。大丈夫です。かすかにあの香りがします。彼がここを通り過ぎてからそう時間は経っていないのでしょう。この方角です。さあ行きましょう。気配がますます強くなってきました。ここですね。あ、オグズ、大丈夫？まさか誰かに襲われたの？いや、例の黒い影を追いかけてきただけなんだが、急に体がきつくなって。見せてください。確かに
この辺りの空気はなんだか重たいよな。いい香りはするけど、息が苦しくなるような。この感じ、どこかで。大きな問題はなさそうです。急いで追いかけていたのと周囲の環境が影響して具合が悪くなったのでしょう。ここを離れて少し休めば楽になりますよ。ダメだ、エドガーさんが中にいるはずなんだ。俺の妹は彼から兆候を教わった。あんないい人がキリアに殺されるのを黙って見ていられるもんか。オグズ、落ち着いて聞いてくれ。エドガーさんは俺たちが追いかけてるキリア本人なんだ。そんなバカな。キリアは30代の男なんじゃなかったのか。エドガーさんはもう70代だ。いくら変装したって老人になりきりゃしない。はい、ですから特殊な手段で自身の体を追いさせたのです。キリアさんはジャガンを使ってアウグストゥスの花を育て、自身の寿命を削っていきました。彼のお姉さんと同じように。そんな。彼はオルモス港でずっと暮らしてきたんだ。仮になりすましていたとして誰にも見破られないでいられるわけがないだろう。しかしそのなりすましが十数年も前から始まっていたとしたらいかがですか。それは推測に過ぎませんが、本物の調香師エドガーはフォンテーヌの監獄を出て間もなくキリアさんに殺害されていたのでしょう。本物のエドガーさんが獄中で過ごした数年間のうちにキリアさんは入れ替わる準備をしていたのです。体を追いさせ調香の知識を習得し、その後の計画も練って、出所した当時エドガーが過去を忘れたいと言ってスメールに赴いたのも、調香をやめ教えるだけになっていたのも、昔からの知り合いに見破られないようにするためだった。親しい人間のいないスメールでなら、ヒゲを蓄え眼鏡をかけるだけの簡単な変装でもエドガーであると信じさせることができました。そして十数年の長い年月の中で少しずつ変装を解き、自身の技術を磨いていくことで周囲の人々に気づかれずにやり過ごしたわけです。だからシルバンもあの時見ないうちにすっかり変わったって言ってたのか。復讐のために青年からヨボヨボの老人になるなんて、そこまでする値打ちのあるようなことかよ。そんな、エドガーさんに会ってみないと。そんなことをする人じゃないんだ。待て、君は今すぐここを離れて休むんだ。俺はまだ行ける。ちょっと待てよ、この場所も多分邪眼の影響を受けてる。今は軽い体調不良にしか感じられないとしても油断しちゃダメだ。オグズさん、症状を和らげる方法なら知ってるからさ、私と一緒にここを出て休もう。キリアは、いや、エドガーさんはこれ以上無関係の人を巻き込みたくないと思ってるはずだ。コレイさんの言う通りです。後の調査は私と旅人さんに任せてください。私たちが多少のアウグストゥスに接触しても問題ないことからすると、神の目に守られているか、あるいは元素力を使うことに長けている人は異常な元素力に対する耐性が強いものと思われます。他の人に比べればここにいても害は少ないでしょう。シャムさん、オグズさん、他にも出入り口があるかもしれません。容疑者がそこから逃げ出せば逮捕は難しくなります。ですからあなた方は外を調べてくださいますか。俺は、そうだな、こっちのことは頼む。おい、聞いてたか。俺と一緒に出よう。他にもやらなきゃならないことがあるんだ。オルモス港へ戻って人手を回そう。わかったよ。旅人、エミリー、それからパイモン、くれぐれも気をつけてくれよ。二
復讐のためだけに生きてきた人間が、その道の果てで何をしでかすか、想像もしたくない。ご安心を。私たちもキリアさんも、ここで命を終わらせるわけにはいきません。今は、アウグステスがもたらした死を、その神話と共に終わらせる時です。魔物？ここの元素力に引き寄せられたのでしょうか？見たことのない種ですね。邪眼のせいで変異したものでしょう。まるで私たちを避けているようですね。周囲には他に道がありません。崖のそばまで追い立ててみるのはどうでしょう。それでも、花畑を耕すのにかけた時間よりも、邪眼を使うために投げ打った寿命の方が長いかもしれませんね。でも、アウグストゥスの花ってこんなにも必要だったのか？計画のためなら、アウグストゥスの香水が何本か作れれば十分だろ？彼はアウグストゥスに恨みだけでなく、別の感情を託していたのでしょう。少し前、ホテルの花が異国の地でただ枯れるようなことにはなってほしくないとおっしゃっていました。しかし、スネージナヤに背き、フォンテーヌに別れを告げ、残りの人生を仮面をかぶったままスメールで過ごしたキリアにとって、故郷と呼べる場所は一体どこでしょうか。おそらくお姉さんと同じように、アウグストゥスの咲き誇る花畑で死ぬことこそが、彼にとっては最善の結末なのでしょう。種を滅ぼす植物、実に奇妙な生態です。さて、先ほど種を見つけた場所に戻ってみましょう。鮮烈になってきました。目的地はもう目の前です。
ここまで来ればもう十分だ。ここはアウグステスの花畑。僕の花畑じゃない。あの日フォンテーヌで焼けた花畑だ。姉さん、姉さん、僕はずっと分かってたんだ。僕のために姉さんはジャガンを使い続けてた。僕のために姉さんは花畑を燃やした。あの日姉さんの言う通り、お金を手に町を離れたのは間違いだった。おかしいと気づいた頃には花畑も姉さんも何もかもなくなってた。もっと早く会いに来るべきだった。10年以上前に来るべきだったんだ。僕はあの時姉さんと一緒に死ぬべきだった。姉さん、姉さん、嫌だ、置いていかないでくれ。やれだ。エミリー、私は死んでいない。なぜだ。確かにこの目で彼女を見たのに。体内に残った毒素とアウグストゥスの花粉が幻覚を引き起こしただけです。命に別状はありません。ありえない。私は十分な量のアウグストゥスを飲んだはず。偽物。そんなはずは。私たちは昨夜から準備していたのです。アウグストゥスのアコード、香りのアコード、それは兆候の基礎、そして香水の柱だ。龍涎香にシダーウッド、ラストノートは人工。ふんふん、これは川の香りですか。そうだ。川から精油を抽出することはできないが、他のものから川をイメージするような香りを作り出すことはできる。これこそがアコードだ。その方法でならこの世の全ての香りを作れるのですか。それは非常に難しいだろうな。この世には唯一無二の替えの効かない香りがある。その香りに人々は熱狂し、酔いしれた。アウグストゥスをつけてパーティーに行くと唯一無二の存在になれる気がする。私が使ってるのよ。じゃあ買わずに売ればいいのに。どうでもいい。いいでも払う。それで十分だろ。この唯一無二を今こそ終わらせるのです。神話は逆転でき、奇跡は再現できます。必要なのは技術、経験、果てなき探求心、そしてわずかな忍耐。残る問題は、本物のアウグストゥスがどこに隠されているか。襲われたことを装い、自由に動けなくしたのだから、手の届く範囲にしか隠せないはず。窓の外から見えた感じ、あいつの部屋も花だらけだったぞ。温度や湿度を保つため、主催はわざわざ尿論派に特製の植木鉢を作らせたんだ。香水は花と同じように美しく脆い。だから保管の際には日光を避け、温度をコントロールすることだ。メモは取れたかい、エミリー。メモできました。
つまりシルヴァンは死んでしまったのか。そうです先生。あの時アウグストゥスをすり替えたというのか。シルヴァンの死を知らせに来たと見せかけて。あの時あなたは復讐を果たしたと思い込んでいましたから、警戒を解きやすかったのです。ありえない。すり替えるチャンスがあったとしてもアウグストゥスの香りを作り出せるはずがない。そう簡単に模造できるなら姉もあんなことには。私はレインボーローズとルリユリ、それからセシリアの花を使いました。十数年前は互いに衝突し調和の取れない配合でした。ですが今では調和させる方法があります。レインボーローズ、ルリユリ、セシリアの花。アウグストゥスは十数年も昔にできた香水です。これまで絶えず分析と模倣が繰り返されてきました。調香の技術は日々絶え間なく目覚ましい進化を遂げています。古くからある精油抽出法や油水分離法だけでなく、今や香りを調和させるための数々の手段を手に入れました。十数年前は決して打ち破られなかった神話も、もはや過去の話なのです。過去か。調香師としてのあなたは古いやり方に固執してきたわけではありませんでしたよね。理論上可能かどうかについてはよくご存知のはずです。ご自身がアウグストゥスに与えた意義に執着しすぎたんです。あの頃香水ブームに熱中した人々のように、神聖で高貴で唯一無二であると。あなたがアウグストゥスに執着していたからこそ、私たちはあなたの望む結末を予測でき、事前に準備できた。でも、ここまで早くことを進めるとは思わなかったな。さすがだ。すべて。お見通しだな。それでシルヴァンは死んでいないのだな。昨日の夜からアウグストゥスの模倣品を準備し始めたのなら、私の計画はもっと早くから見抜いていたのだろうね。朝一番に聞いた訃報も、野獣魔見物の連中も、すべてシャムが君たちに協力して手配し、私に演じてみせたというのか。そうです。そうしなければあなたはジャガンを使って最後の賭けに出るか、パラハームとアウグストゥスを利用して混乱を招いていたかもしれないと思いました。それはどうかな。人思いに死んでしまった方がすっきりする。そうなっていればエドガーの死も、この花畑の場所も、永遠に謎のままだったでしょう。けれど、私はもう、誰にも命を落としてほしくないのです。シルヴァンは昨夜、軽度の中毒で済みました。すでに身柄は再び拘束されています。彼が十数年前に隠蔽した罪は、公開審判にかけられ、すべての秘密が明るみに出ます。先生、あなたも同じです。私も同じか。どうやら残された時間は牢屋で過ごすことになりそうだ。うっ、そんなに受け入れるのか。自らの行いについて言い逃れはしないし、懺悔するつもりもない。やるべきことはすべてやった。君たちの勝利に終わるとしても、私自身が選んだ道だ。た
たとえ最初からやり直せるとしてもやり直せるわけがないな。みんな気をつけて。特殊な環境だから、私が先頭行くよ。はぐれるなよ。さあ急げ、エドガーを死なせちゃならない。もう時間がないようだ。エミリエ、最後に一つ聞きたい。何でしょう、先生。アウグストゥスの調和した香りの中にそれらの花の香りが含まれているとどうやって判断したのだ？アウグストゥスの香りは重層的で複雑ですが、主原料としてはアウグストゥスの花しか使われていません。ですから一昨日残された液体を調べている時に考えたのです。花を育てる段階で複数の花の香りを混合していたのではないかと。つまりイエレーナはあれらの花の香りに倣ってアウグストゥスを育てたというのか？レインボーローズ、ルリユリ、セシリアの花、これらの精油をそのまま混ぜれば互いに衝突し打ち消し合ってしまう。それはかつて手の打ちようがない難題でした。ですが複数の花の特徴を兼ね備えた新種の花を栽培できればその問題は回避できます。時代を考えれば天才的な発想だったと言わざるを得ません。レインボーローズ、ルリユリ、セシリアの花、姉さんの選びそうな花だ、イエレーナ。知ってる？エミリエさんが新しい香水を出すそうよ。ああ、それなら聞いたわ。名前は確かイエレーナ。最近フォンテーヌの至るところで発売前のお前の新しい香水が話題になってるな。ひっそりと売り出すつもりだったのですが、情報がこうも早く出回るとは思いませんでした。次の神話になってしまわないことを願うばかりです。でないとアウグストゥスの神話を打ち砕いた意味がありませんから。ええ、あれから配合に少し手を加えてより長持ちする手に取りやすい香りにしてみました。今日はちょうどサンプルを持ってきているんです。気に入ってくださるといいのですが、そのお二人には正式な発売前に香りを試していただき感想をいただきたくて。いいぞ、味覚の鋭い人は嗅覚も鋭いって言うしな。おいらに任せろ。いい香りだ、すっごく気に入ったぞ。構いません、これも貴重なご意見ですから。それに香水にとってはいい香りという言葉こそ何より本質をついた賛辞です。それ以上の深い意味付けは必要ありません。あ、そうそう、あの花々には何か特別な意味があるのか？花の名前を聞いた瞬間、あいつ態度が変わっただろう？おそらく、花言葉でしょう。花言葉？あ、前に聞いたことあるぞ。セシリアの花の花言葉は、遊興者の真心、だっけか。どんな花も。時代や人々によって異なる様々な花言葉を持っている。アウグストゥスの花の香りを構成する花々も同様です。フォンテーヌに戻ってから調べたところ、それらの花言葉を分解して組み合わせるとあるフレーズになることが分かりました。過去に別れを告げ、強く生きていく
世間にとってアウグストゥスの花言葉は豪気、神聖といったものでした。けれど育ての親であるイェレーナにとってはこのような意味を持つ花だったのかもしれません。そうだな。キリアはこのことを知ってるのか？開廷前に一度お見舞いに行きました。この水耕についても話しましたが、彼は気にしていないようでした。彼はこう言っていました。そんなことは誰にもわからない。当時の彼女は何も考えていなかったのかもしれないだろうと。彼女はもういない。考えはもう誰にもわからない。後の人間がどう解釈したってそれはこじつけや推測に過ぎない。本当にそう考えていたのだとしても彼女のことを忘れて生きるなんてできない。姉のために復讐する、それが私にとっての人生の意義だった。彼は自分の望み通りに花を咲かせました。結果的に望んだ果実は実らなかったとしてもです。けれど先生からあなた方にありがとうと伝えるよう頼まれました。あの時生かしてくれたことに感謝する。死ななかったからこそアウグストゥスの花言葉にはそんな可能性もあるのだと知ることができたと。愛も憎しみも聖者の特権ですからね。死者の思いは命と共にこの世を去ります。アウグストゥスの真の花言葉は永遠に謎のままです。それでもたとえこじつけや推測に過ぎないとしても私は自分の解釈を信じたい。花言葉に託された意味や香水が象徴するものは世の中の変化とともに絶えず歪められ利用され続けることでしょう。けれども遡れば全てはこの上なくシンプルで尊い願いから始まるのです。